じゃあ、目黒区の自律神経救世主、原町接骨院、久松です。いつも動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。今回も自律神経の症状、その他の症状でお悩みのあなたに、お役に立つ情報を提供いたします。今回は、脳疲労についてなんですけども、脳疲労があると、なぜ目が見えづらくなるのか、ということについて説明いたします。まず、我々の、その、視覚、視覚を認識するシステムとしてはですね、まず映像があります。映像があって、それを 目でしっかり捉える。それで視神経を通して脳で処理していきます。脳で処理したものを自分の見えるものとして認識していくわけです。そういう流れになっているわけです。ですが、この流れの中でもし目が疲れていたり、目に疾患があった場合は当然、見えづらくなって認識するわけです。また、脳に疲労があった場合、当然もうその処理するのにもやっぱり結構疲れてしまうわけです。それで疲れてしまったりすると、当然見えづらく、もう認識するのが大変になってしまって、認識した時に見えづらいという、そういう流れになっております。ですから、当院の施術で脳疲労を取った方が、皆様おっしゃるのは、すごく目の前が明るくなった、ものが見やすくなった、とおっしゃるのはそういう理由からです。ですから、もし、目に疾患や障害がない場合で、ものが見えづらくなったというときは、脳の疲労の疑いがあります。脳疲労を取るように努めてみてください。脳疲労の取り方については、今回の動画には載せておりませんが、他の当院の動画の中に載っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。また、脳疲労だけではなく、なんか物が見えづらくなったというだけではなく、その他自律神経の症状、もしくはそれ以外の腰痛などの症状でお困りの場合、当院の施術がお役に立てるかもしれません。当院のホームページを一度ご覧になってみてください。そして私の力が必要だと思いましたら、電話でもメールでも LINE でもご連絡ください。今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。脳疲労、十分注意してくださいね。